大海賊、白ひげの息子であり七部海最後の一人という肩書きを持つ男、エドワード・ウィーブル。父の敵を討つために世界最強の息子が新世界の海に新たなる大波乱を巻き起こす。次回ワンピース新七部海伝説白ひげの息子登場。海賊王に俺はなる。